こんにちは、ゆずたそです。今日は神戸灘の蔵巡りに行きたいと思います。早速魚崎駅の売店には神戸の酒蔵のカップ酒がたくさん並んでます。地図もありますね。じゃあ海側に向かって進みます。遠くに菊正宗の看板を発見しました。反対側には桜正宗の大きい建物も見つけました。浜福鶴へ到着しました。九蔵の旗が泳いでます。あるから大きなタンクとか釜が入り口の駐車場のところに飾られてました。阪神大震災でも枯れませんでしたって。では建物内に入っていきます。まずは酒造り体感空間吟醸工房の見学を行います。見学へ行ってみよう。あ、お米が並んでる。これが福の花山彦、500万石がコシヒカリ。あれ何？あけぼ。あけぼの。あけぼのか。山田。おまち。マップ一覧。あ、すごい。あ、大阪は山田錦とかなんや。見学へ行ってきます。見学コースに入るとまずは新旧酒造りの工程を示す絵が出てきます。現在はかなり機械化されてるようですね。そっかそっか。大きいとこじゃなかったら この辺は今やってるやつなんやね。せいろ、足洗いで洗い終わった白米を水切りするための道具。ガラス張りで作業工程が見えるのと、その作業どんなことをしているか解説も載っています。お米の比較もありました。なんか手洗ってはるわ。この辺はあそこと一緒やな。京都のいたところと飾ってるやつが月桂館と同じように昔のやつが飾ってあるわ。こっちのと古いのと見れるのが面白い。だいぶなかったもんね。なかったね、あっちは。ここが醸造室。へえ、ここかな。吟醸室。全然ちゃうこと言ったよ、私。醸造室とか言った。吟醸室。やつしか置けんの。ほんまや。ここで美味しいのが作られてる。発作室。お酒と酒粕に分ける工程。絞るっていうこと？広いね。めちゃくちゃ大きい。明日映ってなかった。すごいでかい。お願いしよう。いよいよ、あ、ちょっと右手の方がいいかな。いやあ、危な。危ない。わかる？わかりそう。はい。ありがとう。なあ。ほんまやったら匂うみたいやけど。来た人。来た来た来た。あれはお米を運んでるね。ほんまや。蒸したやつ？うん。ずっと見られながら酒をすごい。うん。恥ずかしいね。お米を入れた。
この機械でもろみ作りしてるのね。うん。主語の米と米酢を入れて発酵させる。うんうんうん、発酵がそれまで出したからだいたい25日とかを待つ。25日そんなかかるんや。最初は4日間ぐらいお米入れて寝かして、うん、入れて入れてして、うん、全量入って4日とか、大体4日かかって、うん、そこからプラス25日20日か、21日かな。何これ、パフォーマンスすんにゃ。はい、こうなってた。いや、本当だろ、振りかすぎて。いやいや、やばいやん。これで、なんかこんだけできるよっていう体力自慢をしてたんかな。重い、これは重いやつやね。72リットルやって。約80キロ。80キロあります。中身が液体なので、ガボガボと揺れるし、落とすと割れるので大変である。もろみ発酵の現場1。氷と水がこれからお酒へとその姿を変えていく過程です。最初は米粒っぽさ出てくるんだけど、うん、だんだんそれがなくなる。うん、だからちょっとお酒らしいみたいな。る、上何ついてんの。もろみ発酵の様子がご覧いただけます。米が満杯。ちょっとだけする。ちょっとだけプツプツしてるってこと。うん、すごい麹作り。なかなか見ることできへん。でもここでやってはんねやろな。お前、室温30度から33度、ちょっと暑い。車大丈夫ですかね。あ、はい、歩きです。はい、大丈夫です。すごい。こちら、あの仕込みいちごというお酒なんですけれども、はい、こちらあの大吟醸酒になります。ありがとうございます。香りが華やか、フルーティーな味わいです。うん、美味しい。まあ、華やか。少し甘口なお酒になるんですけど。うまっ。ほんまにフルーティーな感じ。次、こちらのこの仕込み2号というのは、こちらの純米の大吟醸酒になります。こちらもあのフルーティーな味わいなんですけれども、先ほどとは違って、少し辛口の味わいのお酒です。ちょっと辛口。まあ、大吟醸酒になりますので、以外の香りを楽しんでいただければと思いますので。こっちの方が好き。マルテンした方が香りが立つ。うん、そういうことやね。前の2つ、こちらは生のお酒なんですけれども、こちらは火入れしたタイプのお酒です。あの常温からまた、管理しても美味しいお酒ではあります。あ、味がちゃんと違う、味が違う。柚子のリキュール酒になります。飲みやすそうやね、柚子やったら。味合いがもうほぼほぼ柚子のジュースです。ジュースみたいな。ついたので、飲みやすそう。あの飲み続ける、もう普通にこう飲み続けられるので。じゃあもうそのまま。あ、ほやジュースや。ただあのもう一番あの飲みすぎちゃう、うん、お酒です。知らんうちに酔っ払ってね、危ないですね。このままで飲みます。まあ、このままでも美味しいですけれども、あの炭酸水なんかで割っていただくと、またちょっとあの味わいも変わって。あ、やこれ美味しいね。柚子日和。最高酒セット、どれにしようかな。色の違いはあんまりないよね。山田が一番色ついてるっぽい。辛口、キリッとしてる。じゃあ次、お松。ちょっと出やすいとか。あ、全然甘口や。
でバナナの匂いはすんねんけど、さっきの山田錦もバナナって言われたらバナナかなって思っちゃう。あ、これそんなことない。あ、これちゃうか。結構真ん中、おまちの方がいろんな味するくらい、うん、バナナもやろうし、うんうん、メロンっぽいさもあるし、うん、メロンっぽいは分かる。純米吟醸の香りめっちゃするもん、うん、で、アイヤマ、山田錦より後に来る感じ、辛さが、なんか奥から来る感じがするような気がする。どうですか？そうですね。そう？ほんに、おてる？山田錦すぐゴーみたいな、うん、すぐで辛って感じやったけど、アイヤマはちょっと奥ゆかしい感じ、ねっとりっていうの、なんていうの、確かになんかこう、ゆったりしてる、ゆったりしてる。アイヤマの方が好きかも。でもアイヤマがプラス4で、うん、山田がプラス2の日本酒で、うんうん、ほんまやな、なんか逆な気がする。そんな気がする。日本酒だけで何も言えへんけど、うん、アイヤマうまいな。アイヤマ美味しい。いや、これ全部精米具合やばいな、これ 45% ある。ほんまやわ、大吟醸プラス、うん、これ美味しい。なんだこれ、酒かす。これは味噌じゃなくて豆腐。へえ、そうなんや、すごい。かすにつけてるってことか。ああ、かす付き硬い豆腐。18がカプロン酸が出やすい。で、19は同じ作り方でできんねんけど、うん、バナナっぽくなる。バナナっぽくなる、だから香りもバナナ。吟醸酵母じゃない、だから純米吟醸を作ろうと思ったら、うん、1なんちゃらみたいな、18とかそういうのを14とか使うんやけど、あ、でもこれは701っていう75酵母がいがちみたいな。そうなんや、じゃあ珍しいんやね、これこのアイヤマ。ちょっとだから狙ってる味があったんやな、それに。そうか、701は長野のマスミって作ってる蔵がから出てきた、うんうん、はい、今日はここまでで、またボリューム2へ続きます。ご視聴ありがとうございました。